愛中はリベルエンタテインメントにより開発、運営されているスマートフォン用ゲームアプリ。ジャンルは音楽ゲームでノベルゲームや恋愛ゲームの要素も持つ。2020年7月6日をもってオンラインサービスを終了し、オフライン版へ移行された。後継タイトルとなる愛中 u とはあるステージが2020年4月30日よりサービス開始。その後、 恋愛リズムアドベンチャー、愛中チュー・ニンテンドースイッチ版が2022年にリリースされると発表された。また、愛イチュトアレステージで未完のままとなっているメインストーリーを小説として完結させることを目指したクラウドファンディングを開始予定。MG 級設定画の公開などが企画されている。有名芸能事務所、エルドールが経営するアイドル養成学校。 エトワールビオスクールを舞台に主人公であるプレイヤーが教師、プロデューサーの立場から愛中を育成するといった趣旨のゲーム。手持ちの愛中を編成してライブをプレイし、ストーリーの解放や愛中の育成を行う。ストーリーはメインストーリー、恋愛ストーリー、イベントストーリーの3種類に分かれている。メインストーリーは規定のランクへの到達あるいは特定の楽曲。 難易度のクリアによって随時解放され、主人公と愛中たちの成長が描かれるもので、現在は第1部クリエーション第2部ロビロントが配信中である。恋愛ストーリーはライブ等に参加させて、愛中各々の好感度を上昇させることで解放され、主人公との恋愛模様が描かれる。イベントストーリーは期間限定イベントで配信され、イベント終了後は、 アイチューディスクによる解放が必要となる。いずれもアイズチのみがボイス再生され、直接キャラクターがテキスト通りに話すことはない。初クリアジには様々なリザルトを得ることができる。ライブでは各楽曲がイージー、ノーマル、ハードの3段階の難易度に分かれており、難易度によって報酬や LP の消費量が変化する。特別ライブでは 期間限定の楽曲や日替わりの楽曲が配信され、ハードよりも高難度であるエクスパルトをプレイすることができる。また、アイコンのスピードや配置を変更したり、画面の一部を隠すことができるマニアックモードが搭載されている。i 中のレアリティは、N、HN、R, R、RR、SR、UR、LE、グレ a ンの全8段階に分かれており、 同一の愛中2枚を消費して強化する、チェンジでは、レアリティが一段階上昇する。また、各々の愛中には、ワイルド、ポップ、クールの3タイプのいずれかが備わっており、ライブ楽曲の属性と関連する。愛中は、ライブのリザルト及びスカウトによって入手することができる。指定アイテムによって交換する、押しめスカウトは、リストの中から特定のカードを選択できるというもの。 フレンドポイントを消費して行う、ノーマルスカウトでは、R 以下のレアリティの愛中が入手できる。イベント、楽曲報酬として得られる、プレミアムチケットを5枚消費して行う、ロイヤルスカウトでは、SR 以上の愛中の入手が、SR 以上の愛中を卒業させることで手に入る、バッジを500枚消費する、バッジスカウトでは、LE 以上の愛中の入手が可能。その他、 ライブ報酬や課金によって得られる、i イディスク5枚の商品によるプレミアムスカウトや期間限定の特別スカウト、イベントスカウトが存在する。声は声優、縁は舞台版における俳優。記載がない場合は担当者なし。王道路線のアイドルグループ。学園の前で初めて出会って意気統合し、グループを結成。テクノポップを基調とした楽曲を歌唱する。 双子のグループ。爽やかな楽曲を歌唱するバンド形式のグループ。メンバー全員が異なる国籍のインターナショナルバンドである。夏メロと賑やかな楽曲を歌唱するグループ。各メンバーが芸術家としても活躍している。和風のメロディと堂々とした楽曲が特徴的なグループ。ジャズロックによる大人びた楽曲が特徴的なグループ。 メンバー全員が中二病で、ダークで怪しい楽曲が特徴。全員が男の娘のグループ。キュートな恋愛ソングが特徴。2015年11月26日に、ルナとモモスケが追加キャラクターとして登場。ダンスをした姿として、宝塚風の白いロングブーツに、裏地がそれぞれのカラーになっているマントのキンモール軍副長の、 衣装を披露したことがある。2016年7月24日に開催された、アイチュー、ファンミーティング、サマーフェスティバルにおいて追加が発表され、第2部より登場。激しいロックにより荒々しいサウンドが特徴のグループ。彼らのみ主人公ではなく、熊校長がプロデュースしている。2018年3月2日に、第3部より登場。彼らの就任に伴い、主人公は、 プロデューサーから総合プロデューサーとして愛中及び m g 級を統括する立場となる愛中たちの予備軍であるアイドルを目指すキャラクタービタージャンプ中学生のキャラクタースイートステップ小学生のキャラクターベビーホップ幼稚園児のキャラクタータイトル前のの色は赤がワイルド、青がクール、黄色がポップのタイプを示す メインストーリーを進めるごとに解放される楽曲の一覧、解放順に列挙。CD の発売等を記念して、期間限定でプレイすることができた楽曲。収録楽曲は、上記の楽曲一覧を参照。コミックアンソロジー小説著者はペーロ。イラストは、ゲームと同様のイラストレーターが担当。ファンブック2017年1月29日に、 マイハマアンフィッシアターにて開催されたイベントアイチューファンミーティング2017ニューイヤーパーティーにて舞台化が発表されイベントではサプライズとしてキャストによるパフォーマンスが披露された各タイトルの前にアイチューザステージとつく2019年4月14日に行われたファンミーティングにてアニメ化が発表され2021年1月から3月まで 東京 MX 他にて放送された。本作は FF トゥインクルベル I B アーズポップンスターランスロット RE ベルセルク天井殿下の8ユニット29人の愛中が登場し各グループのリーダーたちで構成された愛中リーダーズがオープニングテーマ及びエンディングテーマを歌唱する。ありがとうございます。